こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、よろしくお願いします。はい。改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。モズクリニックの長野と言います。まあ、アジアと世界って結構違うんですよね。こう美人ってされてる感覚っていうのが、まあ、僕は普段毎日オペをしてるんですけれども、その観点からどう違うかっていうところ、アジアで一番多い手術って何だと思います？一番人気1位は二重で、2位鼻なんですね。こうやって鏡見てニキビがどうとかシワがどうとか、まあ、それ僕らアジア人ですね。まあ、それが悪いわけじゃないんですけど、まあ、文化ですね。じゃあ欧米は1位が包茎手術なんですね。もう結構プレゼントしちゃうぐらい、10周年の結婚記念日みたいなっていうようなぐらい、まあ、カジュアルっていうか一番人気なんです。とにかく2位は脂肪吸引なんですね。欧米は包茎脂肪吸引。このお題がね、美のトレンドは今は何とかっていうことだったけど、まあ、美のトレンドなんてすごい早いんですよ。例えば僕が医者になった時って涙袋結構なめくじ系流行ってたんですよ、ね、眉毛だって超細い時代があって今があってとか、それと一緒ですよ顔だって。だけど絶対的に変わらない。これ順位ね、もう20年が変わってないんですよ。つまり欧米はずっと包茎が第1位で脂肪吸引が2位ですね。アジアはずっとちっちゃいコモコマしたこと言ってるわけですね。なので世界はそこを見てるよっていうことですね。パッと見た時のデザインというか、それが顔じゃなくて全身ってことですね。僕らって日本人しかいないじゃないですか、基本的には。欧米っていうのはそもそも白人もいて、ラテンアメリカの人もいて、顔のそんなパーツなんか気にしてたらね、どうにもならないですよね。結局欧米の人っていうのは顔は個性だと思ってるんで、欧米の教科書で黄金比なんか出てこないですか。みんなが戦う世界っていうのは結構そこじゃないですよね。これ結構女性って勘違いしてること多いなと僕すごく思うんだけど、くびれってどうやってまずできてるかっていうのがまず分かってない人が結構いるんですよね。痩せりゃいいと思ってる人結構多いと思うんですよ。ある意味出るとこ出てないとくびれないんですよ。50キロの体重の人が頑張ってくびれたいって言って痩せて40キロになったとしてもくびれてないですよね。くびれって SS ですから、ここら辺もある程度ちょっと鍛えないとくびれないんですね。なので、まあ、言いたいことはくびれっていうのは頑張りゃできるんだけど、頑張んないとできないんですよ。結構で自分を好きになるっていうのは結構すごく大事なんですよね。例えば僕は手術をしてるんだけれども、自信がない人が来るかっていうとそれ5割ですね。もう5割はもうみんなみたいにすごい綺麗な人来ます。自信満々です。じゃあ自分に自信持とうみたいな。でもポテトチップス食べながら、私こういう女になるのねみたいな。でも自分大好き、愛してみたいな。それは違うよね。ある意味頑張ったからこそ自信がつくわけだよね。多分ランウェイって僕もやってみてたら絶対できないと思うんだけど、初めてやる人にとっては相当な難しさだと僕は思うんだけど、まあそれは最初はできなかったりするじゃない。うまくなんなくてもいいけど、努力して頑張ってるから自分自身が持ててみんなが認めてくれる。結構ね、他人って変えることできないんだけど、何かを変えるためには自分を変えないと変わんないってことですね。でも意外と世界って優しくて、自分が変わると意外と世界も変わります。何か何でもいいんですけど、ご質問とか聞いてみたいこと、それは僕も分かんないことは分かんないってちょっと言いますけども、はい、私は身長が高いのですが、座って学校の方も高くて、それで今まで足が短いっていうのは結構コンプレックスだったんですが、他の国とかだと、それでやっぱり足の長さとか、胴の長さとか、まあ、足の長さの流れっていうのはないけれども、足の長さじゃないんだけど、お尻をかっこよく見せるコツってのはあるんですね。太ももってこうあって、こここう出てる人いますよね。横なんかお尻こう見えるんですよ。そうすると足短く見えますよね。なので僕たちって例えばお尻をちっちゃくしたいって依頼された時って、こことここをなくすんですよ。
相対的にちっちゃくなったように見えるから、まあ、自分では足が短いとは言ってるかもしれないんだけど、まあ、全体的なバランスをまず見てみるといいと思いますよね。姿勢とか顔にも黄金比があるように、うん、体にも黄金比はね特にないんですよね、まあ、ただ、まあ、くびれですよねくびればっか言ってんなっていうあれだけど、じゃあケイトモスって知ってます？みんな、まあ、スーパーモデルものすごい全盛期の時、もうスーパーモデルってもう175とか何なら180センチとかそういうレベルの人たちね、すごい人気だったのはケイトモスなのね。別に低くないんだけどスーパーモデルたちに比べればちょっと低いよね。だけど一番人気なんですよ。黄金比ってのは多分ないはないよね、うん、見せ方ですよね。日本って二重体が可愛い、二重は違いが多いと思うんですけど、欧米の人も一重二重の認識があるのか。ベストな質問。日本の中でモテたい、日本の中で一生生きていくんであれば、まあ、二重の方がニーズはあるんでしょうね。だけど欧米に出てった時にモデルの人たち、今の時代って目どうですか？そう、富永愛さんとか例えばピッてしてますよね。中国で売れてる、ちょっと名前全然覚えてないんだけどスーパーモデルの人とか韓国とか、なんか2人ずつぐらいいるんですよ今でもパリコレ歩いてる人たちが。でもそれがアジアだって認識されてるから使いたがるんですよね。まあそもそもそういうアジア人っていうだけでそう思われてるってことですね。私はその若さがあるんですけれども、うん、海外やこういった美のコンテストではあった方がいいのか、うん、それともない方がいいのかっていうのが、そもそも、まあ、衣も知ってる人多いかもしれないけど結構メイク違うのご存知ですか？自然ナチュラルではないでしょ。でもこういうもんなんです。だからそばかすどうこうなんてもうこの時点ではもうないですよね。もうでも今消えてる限りだとめっちゃチャンスじゃないのそれ。僕まあクリニックやってるともあり経営者でもあるからすごく思ってるんだけど、まずね人と同じ土俵で戦っててもね勝てないですね。例えばだけど同じ系統の顔の人がいる中で同じ努力して同じ出来上がりになって歩いてじゃあどうぞって選ぶ方も困るよね。 3,40 人がずっと歩いてくるんだよ。逆にもう振り切っちゃってみんなが言うからとかって結構みんなが言うってのは関係ないと思うけどね僕は。だから聞いてる限りめっちゃチャンスじゃんって思ってましたけど途中ぐらいから。美に関してだから結構もちろんみんな興味もあったと思うし楽しかったとは思うけどね。だけどあとはこれからねどう努力できるかは自分たち次第なんで頑張ってほしいなと思いますね。だからまあみんなもちろん綺麗なんだけどやっぱりみんなが綺麗なわけだから多分いろいろ自信がなくなっちゃったりだとか、こう何を頑張っていいかが分かんないっていう段階の子もいると思うんだけど、まあ、ちょっとでも前向きになれればいいかなとは思う。今日の会話の中で皆さん個性はいろいろあるので、例えば痩せればいいわけじゃないし、何があればいいわけじゃないだけど自信を持って自分にね自信持てるのは自分だけなので応援してます。頑張ってください。